ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年10月28日、元ホロライブ夜空メルコトリカさんが、月額1万円でへそ出しミニスカポリス、脇、おへそ、胸元、太もも、高画質写真10枚をピクシブファンボックスにて販売開始されました。最近でも、現役二次三次メンバーが、ビキニ写真を1万円で販売したり、元二次三次の群道先生が、ピーチクを3000円で売ったりと、VTuber の中の女性たちが、どんどん脱ぎ出しているとして、私の中で話題になっています。現役二次三次って現役女子高生みたいな響きだね。これに加えて、現役ホロライブの巨乳女性が、ここに書いたら、即 YouTube に消されるようなことをやってますので。二次三次、ホロライブ現役も引退者もみんな脱ぎまくってると主張したいと思います。ホロライブのやつは、ずっと前からやってることらしいけどな。きっと今後も脱いでいく人がどんどん増えるんだろうね。私は別に楽しみではありませんけど、画面の前の皆さんは、きっと、次は誰が脱ぐかと楽しみにしてるでしょうね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。